相模湾でカメラマンが怪獣を目撃したそうです。相模湾といえば、昨夜天文科学センターから隕石の落下が報告されています。宇宙生物かもしれないので、目撃情報のあったポイントを中心に捜索を開始。わかりました。堀、行くぞ。はい。こちら2号機、レーダーにもセンサーにも宇宙生物らしい姿は見つかりません。間違えるか。俺はプロのカメラマンだ。あのね、星庵は江ノ電撮らせれば世界一なんだよ。そこにあるのも星庵が撮ったんだ。目は誰よりも確かだよ。我々も何十パターンの最新鋭のハイテクセンサーを駆使してくまなく操作しました。結果には自信があります。あの機械は間違いません。怪獣は絶対いた。今でもこの目にくっきりと焼き付いてる。カメラには、ちょうどフィルム交換してて。それは残念でしたね。ああ、お前全然信じてないだろ。分かった、必ず怪獣見つけ出して写真に撮ってやる。どけどけ。よっしゃ。錯覚だと？何がガッツだ。何が最新鋭のハイテクだ。俺はプロのカメラマンだ。生里。お星やん、怪獣探してるんだって。そうだよ、話しかけねえてくれ。頑張ってね、うん、何やってんの。怪獣探してんだって。ほらー
俺はこの場所で見たんだ。伝令虫みたいな触覚が消えたと思ったら、代わりに標識が日本あそこに突っ立ってたんだ。カメラには触覚は間に合わなかったが、標識なら撮ってやる。標識ね、誰かのいたずらかもしれないな。そんな大変なだけのいたずら誰がするんだ。これは大事だぞ。とうとう怪獣が海から丘に上がったんだ。あのですね、そんな大きな怪獣どこに隠れるとこあるんですか。じゃあ俺が見たのは何だっつんだ。錯覚、錯覚ですよ。俺はプロのカメラマンだ。見間違えるぐらいならとうの昔カメラやめてる。本当なんだって。本当なんだ、信じてくれよ。ほら怪獣、怖いか怪獣は。怪獣出てこい。ステーションデルタが SP28 座標で宇宙生物の音声をキャッチしたそうです。音声？宇宙生物の姿は？音声だけだそうです。今出します。あのカメラマンが言った通り、やっぱり怪獣はいるんじゃないでしょうか。いや、あれはただのマニアだって。昨日も怪獣を見たって電話かかってきたらしいぜ。でもね、レーダーやセンサーよりもっと経験に培われた正確な目をあのカメラマン持ってる気がするんです。人間は間違うこともある。いや、僕もレナに賛成です。いくら科学が進歩したとしても人間の目を超えることは不可能です。あなたたちで納得のいくまで調べてきたら。はい、はい、もう一回出してみて。はい。写真撮られたら怪獣みたいな顔になるぞ。こんな風になる。そこめ、父ちゃんの悪口言うやつは許さねえ。だぞ、この野郎。ひろきやっちまえ。ひろきやっちまえ。さっきの力はどうしたんだよ。今の星野くんって言うんじゃないよ。そうだよ。おい、行こうぜ。ああ写真全部父ちゃんが撮ったんだぜ。誰か来てんのか。なんでうちやめた。脳なしガッツが。父ちゃんよりまともだよ。マサト君、お前らもとっとと失ろ。私は信じてます。エノデンをずっと撮り続けてきた星野さんが見間違えるなんて思えない。お願いします、もう一度捜査に協力してください。でもなんで線路沿いにしか。あの怪獣を見た時に何か気づいたことはありませんでしたか。マサト君、お母さんそっくりですね。俺が酒飲みになったのはあいつが行っちまってからだ。まだ駆け出しで無我夢中だったんで、あいつの健康まで頭が回んなかった。マサトは俺のせいで
あいつが死んだと思ってる。そんなことないですよ。そうです、お父さんのこと雅人君尊敬してます。嘘だろ。もうこんな時間か。あいつどこほっつき歩ってんだ。神様、父ちゃんに酒をやめるよう言ってくれよ。俺は酒飲んでる父ちゃんが世界で一番嫌いだ。神様、早く怪獣を見つけてくれよ。最近父ちゃん全然エノデン取ってないんだ。俺はエノデンを取ってる時の父ちゃんが世界で一番好きなんだ。あ、それからいっぱい頼んじゃうけど、神様、父ちゃんに新しいお嫁さんもくれよ。母ちゃん、もういいだろ。でもいくら神様でも父ちゃんのあのおっかねえ面までは直せないよな。マサト、呼べ。マサト、どこ行くんだ。その頃ガッツは宇宙ステーションデルタがキャッチした宇宙生物の声を分析していた。どっかで聞いたことあるな。この時の映像は？はい、確かに何もいないよな。ちょっと待って、ヤジミ、ここ目いっぱい拡大してくれ。わかりました。マサト、あの時も警笛が鳴って回収は。マサト、父ちゃん助けて。どうした？怪獣。怪獣？出会った。怪獣は周囲のものに体を溶け込ませる特殊能力を持っています。出動。陳情。はい。これや。え、怪獣は
ティガを援護する。了解。いいぞガッツ。この触角の大きさから推定すればデルタが捉えた宇宙生物は今鎌倉にいる怪獣よりかなり大きいです。触角が似てるだけで親子と決めつけるのは。決定的な証拠があるんです。ヤズミ、例の宇宙生物の音声出してくれ。はい。これがデルタが捉えた宇宙生物の音声。そしてこれがエノデンの警笛。怪獣はエノデンの警笛を自分の親と間違えて。すぐにやめさせなきゃ。リーダー、ティガに攻撃をやめるように言って。ジュークさん、警笛を鳴らして。わかった。怪獣はエノデンの警笛をお母さんの声と間違えていたんだ。怪獣にもお母さんがいるんだね。ティガー、宇宙に返してあげて。いいのか、気前がいいな。いいとも。ありがとう、ジャクさん。こっちに。マサト、エノデンかっこいいだろ。うん。でもどうしていつもダイゴはティガに会えないんだろうね。運が悪いんじゃ、きっと。よっ、お二人さん、行くぞ。